はい。えー、持ち家か賃貸かホテル暮らしかっていう選択肢なんですけども、やっぱりね、それぞれの、まあ時代背景、生活背景によって変わりますね。ですんで、回答は一人一人に合わせて出すってことになりますし、時期によっても変わるでしょうね。やっぱ20代の頃っていうのは、うん、賃貸がいいでしょうしね。いろんな意味で。で、30代とか40代過ぎていくと、 やっぱり持ち家の方が若干有利になるのかなっていうところがありますしまあ考えればきりがないですよ。ただホテル暮らしっていうのは本当限られれた人人だけでですすね。これはね、ね。こは財力ががしっっかりあって持ち物が少ない人ですよ、ね、うんホテル暮らしってまあ本当に出るのも入るのも自由だしいろんなホテルを選べていいんですけどもただそのたんびにね引っ越しみたいなことができないんで本当に私物がカバン1個とかそういう方に向いてるのかなと場合によってはもう服もあんまり持ってないよみたいなね。 もしくは、持ってるんだけども、引っ越すたんびにこう捨てて新しいのを買うみたいなパターンになるのかなと思いますけどね。まあちょっと私たちには想像もつかない世界ですけども、それでもね、私も1年半ぐらいホテル暮らしとは言いませんけども、2018年から2019年までね、ずっと全国47都道府県暗記してましたんで、1年のうち200日以上は自宅にいなかったわけですよね。<laughs> せっかく家買ったのにほとんど家に帰らないみたいなね、そんな時間を過ごしておりました。 なんか思ったより食費がむちゃくちゃかかりましたね大体一食3000円まあ,あの奥さんと一緒だったんで56000円から1万円したんですよ一食がそれこそ朝は取らないんだけども昼からもうねグルメで夜はあの熟成さんとお会いしてやっぱりこうそれなりのものを食べていたっていうことになりますんでね食費が結構かかったかなと、うん、まああの駅の周辺でやったんで 駅の周辺じゃないなんだっけその時は車かマイカーで行ったんでガソリン代も結構ね高速代とともにかかりましたけどもまあでもあの自由な宿泊先が選ばれたのは良かったですね金は結構かかりましたねやっぱねその頃はでその時も子供がいないからできたってのもありますよねやっぱ今子供がいますんでじゃあ,あの100日のどっかで、ね、遊説旅行できるかってはできないですからね、まあ、子供を連れて行けばいいんですけどもそうもいかないでしょ体調の面とかスクールの面とかありますからね なんか、ただ私の状況を喋っただけですね。ストップインボイス